はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、皆さん、遊戯王史上最低のモンスターは何かご存知ですか？はい、史上最低のモンスターは、まあ、誰が何と言おうとヒロイックチャンピオンロンゴミアントってのが決まってるんですよ。で、最近ね、クソデッキ製造工場長がお気に入りのギミックっていうのが、ゲールドグラループと言われているギミックで、これスプライトスプリンドっていう激ヤバモンスターが来たことによって、ディバイナーまたは、代行者またはゲールドグラ、これ全部一番白なんですけど、これどれか引けば、ループが発生して、まあ、無限に儀式召喚ができるコンボが発生するという話なんですけども、これコメントでね、 YouTube の、動画のコメント欄でいただきましてですね、それできるんだったらレベル4の、儀式モンスター戦記族のモンスター並べてロンゴミアと正規召喚できるんじゃないですかって言われたんですよね。はい、確かにと思ったんですよ確かにと思ったんですよね。なので、今回はロンゴミアントをそのゲールドグラループを使って爆誕させていくっていうゴミみたいな動画です。はい、で、その過程でロンゴミアントってちなみにエンドフェーズに強制効果でエクシス剤を取り除くっていう効果があるんですけども、これ発禁令っていうね、カードを発動するとこれさえもなんかその取り除かなくてよくなるんでめっちゃ強いよっていう話があって、この発禁令ロンゴミアント、まあ、要するにいわゆるファッキンロンゴミと言われているギミックがあるんですが、まあ、これ詳しくは検索していただければ、昔動画いっぱい出してるんでそれでやっていただければと思うんですけども、これロンゴミアントを立てた後にファッキン令を打てるとめっちゃ強くて、で発禁令さえもサーチができるんですよ理論上。これレベル4の儀式モンスター並べた後にそのモンスターそらにしてダランベルシアン出すと発禁令サーチできる、発禁令っていうか魔法トラップから何でも好きなやつサーチできて、でその後に儀式に使ったやつらを回収することができればオメガとかでね、あちらにはゲルドグラーもう無限にオメガを送れるんで、まあ儀式に使ったモンスターを全部戻してねもう一回使いますっていうことができるんで、まあ余裕でダランベルシアンを立てた後にロンゴミアント出すみたい なんかガチでやばい動きができるんですけども、ちょっと やってみたんですよ。ダランベルシアンで発禁令回収した後に儀式に使ったやつ戻してもう一回儀式してヒロイクチャンピオンロンゴミアント出すっていう、そういう、動き、これね、マスターデュエルの300秒ではね足りません。持ち時間300秒しかないですよね。なんかなんか声のでけえなんかソリティア嫌いのユーザーが300秒にしろってなんか言いまくった結果、なんか好みが鵜呑みにして300秒にされちゃったんで持ち時間が。だからね、その遊戯王というゲームの、まあ、なんだろうな、まあ、面白いところ、ソリティアがめっちゃできるっていうところとか、あと対話ができる、であと相手の盤面をまくるときに、まあ、結構いろいろ考えてね、なんかその正解を辿っていけるみたいな、そういうのも全部流れまして、なんかとにかく時間がないと、このゲームとにかく時間がないということで、理論上は可能なんですが時間的に無理です。なので今回はちょっとはっきり一応入れてますけども、はっきりとダランベルシアンの動き諦めまして、ロンゴミアントご素材で普通に出していこうと思います。はい、それやっても別に勝てるんで、はい、早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。彼岸二種からの展開とね、この創造の代行者ヴィーナス、またはまあデクレーラー、デクレーラーディバイナーの展開は、クソデッキ製造工場、まあクソデッカーですね、いわゆるクソデッカーの皆さんにはですね、まあ、必修科目となってますんで、まあ、ぜひね覚えて帰っていただきたいですね。まあ、例えるならなんだろうな、なんかククですね、ククとひらがなです。はい、クソデッカーの皆さんにとってはですね、このこれどっちかこれがまあひらがなかな。はい、このなんか創造の代行者とスプリンドエルフのこのムーブね、なんでもレベル2をモンスターを特殊召喚できるというコンボなんですけども、これは基本的には覚えて帰っていただきたいというふうに思っております。はい、で本日何をやっていくかということなんですけども、ですね、このギミック何ができるかっていうと、儀式モンスターを無限に並べることができるっていうね、そういうコンボをやってるんですが、だからレベル4の戦士族の儀式モンスターいっぱい並べたら激ヤバモンスター爆誕するんじゃないですかっていう、コメントがありましたので、まあ確かになと思ったので本日はそちらのギミックをね、
ちょっとやっていきたいなというふうに思っております。で、まあ、これも解説不要かもしれないんですけども、まあ、とりあえずちょっと一応ね、まあ、知らない方のためにやっておきますわ。もうこの辺分かってる人は飛ばしていただいて構いません。でバトルバスターを特殊召喚していくと、でバトルバスターの効果を発動し、マクテアルを持ってくる。でマクテアルは、召喚機1回増えるんで、まあ、これで召喚すると、で召喚すると自分の墓地からバス、通常モンスター特殊ができるんで、これでアックスレイダーを特殊召喚していく。で、戦士族を2体にした、したいので、まあ、ギガンティックスプライトと、マフティアルで豪炎の剣士を出していく。これ僕何でもいいんですけどね、これ戦士族であれば。で、イゾルディアを出していきましょうと。で、ここで、イゾルディングを出しまして、イゾルディの効果を発動。てか発動する必要なかったの、ちょっとマジで知った。まあいいや。で、イゾルデの効果、装備カードを墓地に送ることによって、デッキから同じレベルの戦術を特殊召喚して、リナルドの特殊召喚成功時効果で、装備カードを拾う。で、サイキック族にしないとちょっとあれなんで、リナルドとイゾルデを使ってリンク先のモンスターの種族とか属性を変更できるディプロドクトとかリプロドックスとかいうぶっ壊れモンスターを出していく。でこれでサイキック族に変更。でそうすると粘土増幅装置をゲールドグラに装備できるんで、ゲールドグラのライフコストがなくなります。でこれでも、無限にゲールドグラの効果をこのターンは使い回すことができるということですね。でここからはオメガとアークデクレーラーを使い回しまくって、オメガ と、アークデクレアの効果を使い回しまくって、もうひたすらに儀式パーツを回収すると。これ起きてしまった、ちなみにあのデッキ内とか手札のパーツもう全てを回収することができます。オメガは大しないんで、なんでか知んないけど。なのでここでまあその要は落としたい、ゲールゼロで落としたいモンスターを、まあ、落としていくということですね。はい、こうすることによって、まあ、無限に儀式パーツをサーチできると。ちなみにこれでなんかのレベル4のモンスターを、まあ、とりあえず4体並べた後にダランベルシアンでなんか魔法トラップを確定サーチしてから、もう一回その儀式で使ったやつをデッキに戻して最強モンスター出すっていう動きできるんですけど、僕気づきました。それやるとですね、時間が足りません。あのね、時間足んないんですよ。時間足んないです。もちろんその、理論上は可能、机上では可能なんですけども、それをやってしまうとタイムが足んないですね。300秒では足りない。なんかね、あのダランベルシアンで使った儀式モンスターをデッキに戻してる最中に300秒が到達しまして、タイムアウトで敗北するというね、いうことが分かりましたので、ちょ今回はちょっとダランベルシア一応入ってんですけど、それ諦めます。はい、それ諦めまして、ちょっとまあ、それなくても勝てるんで、多分なくても勝てるんで、それを無視していきたいと思いますね。はい、さあそろそろ、パーツ揃ってきたんでやっていきましょう。精霊の祝福を発動していきます。で空風林をちょっとこれ戦術じゃないんで、これペッちゃって出しますと。はい、なんかちょっとミスったね、ちょっと展開ミスったりとかしてもね、なんかねマジでね、大丈夫です、戻せるんで、鉄器の中の2カードをね。ちなみに、こんだけ回して残り30秒なんですよ。やばいでしょ、これ的やばいんですよ、時間がない。300秒、自分の持ち時間300秒をフルに使ってね、フルに使って展開してるんで。いや、これ大丈夫かな、間に合いますかね、これ間に合うかな。高等儀式を発動して、こうして。さあ盤面には戦士族のモンスターが5体、戦士族レベル4モンスターが5体、うおー、エクシス召喚、あらあら、ヒロイックチャンピオン、ロッコミアット爆弾、あぶねー。これで相手は、モンスターを召喚、特殊召喚することはできず、ロンゴミアート君は何の効果も受けない。
やはりこのギミックは最強。そして相手のカードはアクセスコルトーカーで破壊して、ロンゴミアント君の、ロンゴミアント君と、アクセスコルトーカーの3000と5300で投げれば勝ちと、そういうギミックとなっています。さあボードも発動していく。いいだろう。なかなかね、この最強ギミックにね立ち打ちはできないでしょうね。カードセットしかできねえだろバカが。そんなカードセットするカードあんの。まあ、とりあえずヒロイクチャンピオンの効果やって、ここ発禁令があればね、これも取り除かなくていいって最強のコンボになるんだけども、まあ、これはちょっとね時間が足んねえから無理だっていう話がありまして、はい。あ、え、よし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 、決まったら勝てるはずなんだこのデッキ、決まったら勝てるはずなんや。最強なんだもん。だってロンゴンミアントとかいうもんさ、マジで対策できるカードないからね基本的には。戦士族レベル4モンスター5体の魂を使い、オーバーレイネットワークを構築、エクシエンス召喚、現れよヒロイックチャンピオンロンゴンミアント、バゴーン。お前もモンスター召喚特殊召喚できねえからよろしく。はい、さあこの最強モンスターの前にヒレクスがいい、アクセスコールトーカーとこのロンゴミアントの圧。お前がセットしたカードはアクセスコールトーカーで全て破壊してやるぜ。ロンゴミアントが発禁令できればね全部いっぱい効果あるから最強なんだけどね。深淵の宣告書、いやだいやだいやだ、うわーは、マジプレイヤーにシール効果だから深淵の宣告書を聞いてしまうロンゴンやったり、あっとして、なんかチェーン5分にしながら裏ラを打つタイミングをなくしてしまった。どうしてこのデッキが負けるんだ。